歌手で俳優の木村拓哉が、来年1月9日放送の TBS 系バラエティ、さんま、玉尾のお年玉、あんたの夢を叶えたろか SP2023、午7時に出演する。番組公式サイトなどに寄せられた5000件を超える、叶えたい夢の中から、夫を、木村拓哉に合わせてあげたいという夢を叶えるべく、立ち上がる。応募した女性の夫は、木村が美容師役を演じ、平成最高の視聴率 41.3%、放送当時を記録した大人気ドラマ、ビューティフルライフから二人でいた日々からが、きっかけで、自身も美容師を志したほど、劇中に出てくる木村が働いていた、ホットリップと同じ名前のお店を自身で開業するほどの熱狂的な木村ファンだという。